どうもこんにちは、薩摩ビオランテです。本日は8月の27日金曜日、ゴッドフェスが来ました、レアガチャ新フェス現登場記念ゴッドフェス。なんとレアガチャなんですよ。石5個で引けちゃいます。たださ、これさ、結局その欲しいから一点狙いするっていう意味では変わってないんだよね。やることはね、確率は下がってるんで、石5個でワンチャン引けるっていう意味ではこっちの方がいいんだけど、やってること結局変わんねえんだよなと思ったら、ゼローグだけ 1% ありました。ゼローグ欲しい方にはおすすめのガチャかな。で、あと潜水艦がね、3体全員入ってるんで、そこは熱いですね。ってことで、この新フェス現シーウルフをね、引いていきたいところでございます。すごいな、これ20ターンの間火水回復が落ちやすくなるってね。3色落ちやすくなるんだ。よっしゃ、行きましょう。今回テミが対象じゃないのが、まあ唯一の救いですかね。サブアカで引くときにさ、アルテミスが対象だとさ、なんか辛いんだよね。ネプチューン進化後覚醒やば。これ武器の方がまだ強えぞ。バインド稼ぎつつ毒2なんて多分あるぞ、余裕で。あ、これダイヤは確定なんだ。出たね、さすが 1%。木も作ろうかな、こっちでもね。いや、ゼローブ出るんだったら向こうもありかな、本若で引くのも。出やがったな出やがったな、この野郎。普通にありがてえ。セシリア欲しかったんだよね、こっちのアカウントは。セシリアがいないのがちょっと残念です。ゴエティア、ゴエティア出るんだ。まあレアガチャ感を残しつつフェスゲンも出ますよと。ユリシャ普通にいいやん普通にうまいやん。ユリシャは色変わんないんですか？ユリシャこそ変えるべきではないんですか？もう見ないですよ、このキャラクター。武器もないし。でも曜日闘技場さ、もうね、枠数いっぱいじゃん。どうすんだろうね。はい、皆さんご一緒に引けば出るかと。ボス2択とかになってもやばいしね。曜日闘技場も定期的にボスを入れ替えますとかなっても辛いしね。よっしゃ、宮田引けたから色変えるぜってなっても、宮田は今対象じゃないですとか嫌だよね。どうすんでしょうね。イザリン覚醒のこの統一感のなさね回復プラスポンって置いてある。こっちもこの辺すごいな、覚醒バラバラ。なんかシーウルフは大のコラボが来るとさらに強くなるみたいな感じだったかな。なんかね、相性のいいキャラクターがいたんすよね。なんでここで引いておきたい。でも大も控えてるから、うわ今来たと思ったこんなキャラクターに騙されんのもあれですが、今一瞬色的に来ちゃったかなと思ったわ。ニムとか見ねえもん最近。いや、スーパーゴッドフェスと違ってね、渋い時はほんと渋いと思うんだよね、これ。倍率高くね、20倍。嘘なんだけど、この状態にしては強くねえか。強化入ったんだっけ。覚醒すらする雰囲気のないアルティオネさん、エンキルー。キバル、貴族性来てますね。キバルとかもな、なんかこの辺も結局そんな使ってないしな。まずはさ、なんか出そう。ノーチラスでもいいから、とりあえずロイヤルオークとか出そう一旦。うーわ、マジもさ、こいつらいいと思うよ。決して引くたびに思うわ。あのね、みんなね賛成してくれると思う。署名しよう、署名みんなで。この天ルシの強そう感やばいね。どんなダンジョンも攻略します感やばいね。はい、ラストヨグちゃんでございました。このヨグもまあ強そう。正しくはこれ。ああ、いいなー、このヨグいいな。この覚醒で強かったんですよ。
自身火力覚醒丸部しかないのに。あ、友情ガチャもしかして終わっちゃった？お得セット買えばよかったな。あれ確か友情ポイント入ってるよね。あ、終わってる。なんか濃い一週間でしたね、あれ。友情的な意味では。はい、妙妙妙妙。渋いかもしれん。いや、フェスゲンとか出るからまずかねえんだけど、あのね、なんかメンツが面白くない。ハズレのメンツが面白くないとか言ってたらフェスゲン連発雷神。あの、外れた時のゴエティアとかのなんて言ったらいいかわかんない感がすごい。この辺とかね。はい、ヒバル。アークライン進化しとるやん。通称ゴミね。これはね、なんだったかな、なんかの動画か配信かなんかで、あったんですよ、そういうくだりが。彼のことをバカにしてるわけではありません。彼が確か望んでゴミで出てきたんです。ちょっと赤と青の良くないよ。おって思うから良くないよ。出てくれ、この辺で出てくれ。てか普通に 0.75% 1点ならやばいんだよな、やってること。フレンド見たら1人しかいなかったもん。みんな引けないんだよ、そんなねえ。ポロッと出るようなもんじゃないんだよ。じゃあスーパーゴッド S は 1.5 あるからポロッと出る可能性があるんだけど、一回引いてみようで。 0.75 はね、ちょっとポロ感がないよね。ポロ感がないって何なんだっていう。あら、強くなった方。この状態までならスキル強いんだよね。このスキルもいじってやってほしいですね。風神使おうって思ったことそんなないよ。フレイヤちゃん、あ、そうそう、うずめがね、なんか強いみたいで、さっき作ろうかなと思ってました。まあシーウルフ引けなかったら意味ないんですけどね。シーウルフに使えるみたいなんで使いたい。だから出したい、引きたい。早く出なさい。皆さんご一緒に引けば出るかと。こういう時マジ10連欲しいなって思うわ。配信でやってる分にはね、いいんですけどね、まったり引く感じが。だからさぁ、だからさぁだよ。以下同文だよ。あ、でもあんま持ってねえからもらっとくわ。チーム神秘の次元怖いからやめてほしいな。あの携帯ではないけど。はい、3セット目です。3セットゾーンです。ヒバル。でも実際これノーチラスとかロイヤルオーク出した時にさ、いやお前なんかーいってなるんだろうな。お、パイモンだ。なんか変わったお前。あ、ちょっと頭は変わってるか。服装ぐらいしか変わってなくね。雰囲気の変わんなさやばいぞ。闇メタ。もう多分この辺から早送りとかね、カット連発だと。おどおで早送りとかカット連発かなとか言おうとした瞬間に、で来ましたね。なんかお前が一番あれだわ。おってならんかったわ。なんかどうせあの辺なんだろうと思ったら出たわ。はい、シーウルフ君でございます。こいつはね、ちょっとノーチラスとかロイヤルオークと違って2色必要なんで、若干ね、そのパラメータ補正が強いですね。 2.8 倍です。まあ、やっぱ欠損がね、他よりしやすいんでね、まあ、単色とやっぱ2色必要ではね、使い勝手が違うと思うんで、その分強くなってんのかなと思います。はい、ということで、じゃあ次は使ってみた動画でお会いしましょう。フレンド分はいいや。フレンドさんの1回使わせていただくわ。意外と早かったんじゃない？ 3 セットだし、動画も12分。被害は少なくね、済みました。以上です。